はい、バックともラッキーです。今、汗を一切していません。というわけで、お久しぶりのバトルフィールド1ということでやっていきましょう。今なんか、あれだね。経験値2倍が来てるんだっけ。ねえ。まあ、休日、まあ夏休みということもあり、結構人口も増えてるんじゃないかな。夏なのにこんな暑いマップやらされてね、もう早く雪マップ来ないかね、ロシアマップね。もう来ますけどね、9月だっけ8月だっけ忘れちゃったけどね。8月には来るんだっけな。で、何使おうか。ね。前回、援護兵使った偵察兵あたり使ってみ、いきますか。ちょっとなんだろうな、なんも使う気しないな、なんかね。突兵行ってみますか。突兵だとな、使えるの少ないしね。みたいな。そうですね。偵察で行きますか。何使おう。すごい迷う。じゃあ、コッキングの速さでご利用していきますか。カービンでいいかな。安定のカービンですね。まあ、この辺で。おお、いい名車あるじゃん。ああ、かっこいい。いいね。なんか、新武器、すごく楽しみだね。看護兵で普通にアサルトライフルみたいな武器が出るんですね。まあ、あれか、あれみたいな感じかもしれないですけど、なんだっけ、名前忘れちゃった。セミオートライフルで撃てるね、武器がありますけど、名前忘れちゃったね。まあ、あれみたいな、あれの上位互換って感じかな。弾数がどれぐらいあったかちょっとね、そこまで見てなかったけど、あれがすごく楽しみだね。ちょっとあれはマジで本当に極めるまではいかないけど、ちょっと使っていきたいからな。あと LMG はどんな感じだっけ。ちょっと軽そうな感じじゃなかった。そんななんかヘビー系じゃなかった気がしたね。まあ、偵察兵はそんなに興味ないので微妙かもしれないですけど、突兵はなんだ。突兵ショットガンだっけ。見てなかったな。突兵なんだっけな。ちょっとほんとエイム大丈夫かな。エイムが心配ですね、なかなかに。さあさあ、こっから活躍できるどうかといったところでありますが、まあ頑張っていきますか。このロングをしっかりカービンあたりで抜いていきたいが、そんなにいないか。そんなにいたね。せっかくカービンだからね、打って打って打ちまくろう。 OK、 切り欠く。まあ、この武器コッキング早いのが有名ですからね。しっかりコッキングをしていってね。いないもんだね。味方が割と制圧力あるからすごくやりやすいね。フレアはどこに行ったんだい。かなり奥行ったね。まあいい位置じゃない。フレアいい位置行ったよ。前線押し上げて1個分隊スポットしてるからね。そこにいるけどな。もっと奥なのか、それは。オッケーオッケーオッケー、やるぞー。ヘッドとはならず。今の外す。切り角、まあいいや。しっかりあの距離ね、パッと頭を合わせる力が欲しいけどね。大丈夫かな。別にあれか、こっちから押す味方はいっぱいいる。で、押していこうか。ダフが捉えてるけどね。制圧してくれ。詰めるぞ。ナイス。左タンク任せた。エネミータンク任せたぞ。上乗って、そうだな、今いたな。どこだろう。おっと、2番席か。普通に歩兵か。それはお願い。ちょっと先行きが不安だな、これ。活躍できなそうな感じするけど、まあまあ頑張ってみるか。あとさ、まあ BF の雑談にはなるんですけども
一回そのロシアマップだっけ、まあ新しい DLC のマップの考察を出したわけなんですけど、あれがね、まあ若干当たってた部分もあるんだよね。だけどなんか日本語訳、英語だったのを日本語訳にしたんですよ。それがね全然違ったね。もうかすりともしなかったかなっていうぐらい。それがなんか恥ずかしかったね。ドヤーって言ったけど、まあまあ保険かけてね、全然違うかもしれませんけどねみたいなこと言いましたけど、言ったけれどもちょっと恥ずかしかった。そこだよねやっぱ今振り返ると。さあこの強攻を取っていきの、待て、今の頭かどうかもわからない。ちょっと前を押してがっつり行きたいとこだけど、当てられないか。これ当てられないと厳しいんだよね。オーケー、当てていこう、しっかりとね。オーケー、あ、建物か。リローディンして建物壊してくれた。頭は出してこないかな。2階じゃねえ、奥だな。来い。いや外すかそれ。え、今のも外す？マジか、ちょっとやばいな。大丈夫？いるな、やっぱ。どこだ？え、そこじゃないのか。そこじゃないのか。オッケーオッケーオッケー。まあいいや。もう来るでしょ。いない。くそ、全然周りが見えてないな。やってくれたか？よいしょ。いたね。どっちから顔出すかな。こっち回っていない。そこにいるけどな。 OK、 ヘッドショット2回当てて、よし、切り角。 OKOKOK、 いいね。今頭狙えたのはまあラッキーっちゃラッキーだけども、実力ではなかったな。で、あ、それゴルフか。ゴルフじゃねえや、なんだっけ、ジョージ、ジョージだ。ジョージやな、基本的に行きたくないからね。あと、あー、チャーリーボエだな。すごい、さっきは弾が減ってない感じに見えるけど、すごくね、援護兵に助けられてるな。俺上がろう。スーッとここでいいかな。嘘、それ当たらない。この距離でもやっぱ適正距離じゃない。この武器ね、適正距離がないんだよね。ないことはないんだけど、まあどんな距離でも一発では死なないね、胴体。まあ、頭なら死ぬんだろうけどな。やっぱりこの武器基本的にはコッキングの速さでね、2発撃つっていう、まあ、僕は基本的に頭狙わないからね、多分この武器が一番相性いいのかな。ただ弾数が少ないのがちょっと気になるんだよね。5発だからな。意外と5発ってね、結構早く撃ち切っちゃってね、 あと1発あればっていうシーンがたまにあるから。大丈夫かな、これ火出てますよ。上にいる。あ、いいな、これストレープルボルトついてるわ。ちょっと名前忘れたけど、ストレートプルボルトね。ナイス。まだいそうだぞ。出てこないかな。こま目にリロード。あれか、待て待て待て。うわー、狙ってきたか。今止まっちゃったのでかいね。おー、アイアンサイトか、いいね。あ、あれだ、スナイパーライフルは、なんだっけな、すごく有名な武器が出るらしいですね。今更ですけども。それやってくれた？上、上いない。
びっくり、危ない、いるね。オーケー、ナイス。まだいそうだけど、まあいいや、とりあえず入っちゃおう。これ挟めてるのかな。あと裏にいるだけだぞ。やってくれたかな。正面もまあ怖いけど、正面普通にいるな。やばいやばい、やったかな。オッケー、ナイス。あとはロング結構いるな。これ上じゃない、あ、下に今いた、あれか。ナイス、肩入っちゃおう。あとは詰めるだけ。あ、今 2-in-1 いけたっぽいけども、タンクぞ。フレア耐えといて、もう一個そろそろ外していい。入ってきたね、ナイス。あれか、うーん、顔は出さないかな。いいね、なかなかこの拠点でね、こんなに激戦区になるのはないんだけどね。珍しいというか面白いね、面白い戦いだ。タンクも引いてったね。こうしてるともう一個奥の敵にやられるからな、しっかり奥も見つつだね、やっていかないと。ナイス、よし、もうちょっと詰めていくか。フレア一個補充できてるね。手前に使っちゃおう、味方が奥に使ったのでね。そうだな、フラグでも投げとくか。下一人、上からね一人来るっぽいんだけど、その位置がちょっといまいちわからない。下がるか、一旦裏捉えてるね。味方は気づいたかな、数人来るぞ。まあこれは違う、これはこれ違う違う違う、あー間に合わない、ガスだと思っちゃうねこれね。うん、未だに間違えるね。うん、なかなか試合展開は面白いね。もう弾幕すごい、一旦抜けるぞ。お、いそう、いいね。ではでは、お、まだいる。この時な、場所が分かんないと怖いんだよね、なかなか。あれだけだろうな、一応フレア耐えとく。一人逃げたね、こっち見てない、う、やばい。うわー、まあとりあえず倒せたか。お、あれ、キルペースいいぞ。普通に、うん、なんだ、もっとなんか序盤からね、前線戦っとけばね。いいね、ゲバーでしたっけこの武器、久々に使いましたけど、なかなか面白い。ここら辺でやられてるのすごい怖いな、近場にいるのかな。弾速がわからない、ちょっと遅いのかな、やっぱ違う。味方が数人チャーリー付近入ってる、右から来るか、建物入られてるんだよね。頼む味方、ナイス、ナイス、もうしちゃおう、ナイス、素晴らしい。いないよね、これは自分のかな。 OK、 まあいいや。よしよしよし、いいね。じゃあもう一回押していきますか。どうだ、まだ来てないか、来てなそうだな。うわ、これ今の一発外すのでかいね。今の外しちゃうか。味方が一人で来てただけなんかな、こんなにもいない、いないね。全然前線の味方がいたのか、割と。いいね、偵察兵で本当にゼロデス目指してもいいかもな。
なんかチャレンジとして、あの1レースしたら即実況終了みたいなねネタ企画がありますけどもね。まああれはお手軽でいいよね、と思いますね。お、ナイス、いいね。最近は本当あれだね、ヤホーがこうずっと壊れてさ、あのなかなか使えない。修理キット、修理をね持ってる味方がまあいないからね。いいぞ、制圧ナイス。制圧でかいね。あ、そうそう、制圧で思い出したわ。なんかね、新しいなんだっけ、アビリティかがつくらしいですね。次のパッチなのかな。すごいなんかなまってるけど、次のパッチですね。で来るらしいですよ。それが楽しみだね。まあ、要は BF4 に出てきたフィールドアップグレードですね。あれに近いのかな。まあ近いので言ったら BF3 なのかな。 BF4 だとなんか選べるのが少なくて、分単位がいるごとかな、なんかポイントが上がりにつれて、解除されていくみたいな感じでしたけども、まあ選べるねアビリティは1個ということで、それが常に発動してるっていうのかな。それがちょっと違いなのかな。まあそれでね、結構制圧系が強いんじゃないかなと。なんだっけな、伏せてる間制圧が 75% カットとか、すごく魅力的ですよね。まあ今まで通りね、スポットの時間が長くなるよとか、まあ割と条件付きが多かったけどね、まあ使い方によっちゃかなり強いんじゃないのかなっていうね。新アビリティ結構魅力的かなっていう感じでしたね。どうしよう、ちょっとね走行列車出たから引きますか一旦。ここから誰かやれそうかな。あれじゃない、その奥のはわかる。手前のもいたんだな。よしよし、これ今の2連続ヘッショか、嬉しい。普通にどうしようかな、どこ取ってくるかな。まあどうしよう、ジョージはね取りたくない行くのがめんどくさいってだけなんだけど。さあ列車来たぞ。列車たまに降りるやつがいるから、それをやっていきたいが、なんか引かれてる、あれなんだろう、わかんないな。いやー今のすぐ当てればよかったな。あー今一発当てれなかった、くそー。今撃ってからな、武器チェンしようと思ったら撃つ前に武器チェンするっていうね、ボンミスを犯しましたけども。あーなんかあれだ、後半でもなんか一方的になっちゃったな。前半すごくね良かったと思うんだけど、人数差でもないけどな、なんだろう、ちょっと一方的になっちゃったね。ちょっと狙われてる子、危ない。ここなら迫撃砲も怖くないかな。おー、いるぞいるぞ、このロングをゲバー。この距離ね、あの威力減衰がすごいのでなかなか適正距離ではないんですけども、うー怖い。とりあえず通り過ぎるの待つか。畑中はどれぐらいかな、いないかな。ちょっと詰めてみますか、これ指示も出てるんでね。タンクも来たか、まあ死ぬ気でいきますか、死を恐れず。味方が左に結構流れたっぽい。タンクに目つけられると怖いな、ちょっと。うわーめっちゃ見てる。3対1ぐらいだね今ね下入っちゃった方が楽かな。行こうか、タンクがでも生きてるか。とりあえずここ入れば若干車線はカットされるので、クソ銃剣やりいくか、クソ銃剣やりいくか。
オッケー、左にいない。やっぱロングだな。あれはもう無視して旗に入って、右の山だけ取れればとりあえず有利かな。こっちは取られてないんだ。ナイス、味方が抑えてる。しっかり助かります。こっちから来る様子もなそうだね。タンクがまあ残ってるからな。とりあえず取りましたと。どうしよう、タンク来るぞ。あれやっぱそっち捉えてるんだ。うん、まだいたね。敵はどこを取りに来た。ダフだろうな。さあ防衛していくか。こっから何人かやれればいいかな。そんないない。タンク、ここの間結構取られてそうだけど、もう大丈夫かな。一人二人、上かな。上だね。左から一人。ちょっと待って、ロングがやだ。ロングを先にやりたいな。クソ、まあキルガク一人左か。よし、ナイス。あとそこにいるけど、 OK、 頭かな。列車が戻ってくるね。野砲は使えるか。それ、うわ、壊れてそうだな、ちょっと。どうしよう。これは？これも壊れてる。残念って感じですね。うおー！怖い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 。やめてほしいわ、そういうの。行ったぞ、今。あ、今スポットできなかった？今いたよな。まあいいや。怖い。背後からやられないようにね、一応フレア耐えといて。今いたんだけどね。旗取ってるからね、この周りからめっちゃ湧いてくると思うんだけど、列車が動かないと。クソ、動けないね。よし、列車動いてくれたぞ。歩兵はいないのか。待てよ、あぶねえ。なんであんなに合わせなきゃいけないの。もっとね、スパーンとね、綺麗に当てたいけど。上がってくるか。 OK、 まだ来るな。今見た限り多分右サイドから一人降りてきたんだけど、当ててくれ、頼む。切り角、それやってくれたかな。今あー、クソ、援護兵もいるな。やられても蘇生されちゃう。取り行くか、あの建物。めんどくさい。もう、もう終わりだ、そういえば。もう、あー、まあ、なんとかね。なんとか、まあまあ、働いたんじゃないですかね。途中参加にしては。途中参加でもないけどね。はい、というわけで。もう試合自体は結構、前半面白かったけどね。ちょっと後半が微妙って感じでしたけどもね。まあお久しぶりのエイム合わせということで。お、いいね、取れた取れた。まあ次のパッチに期待ですね。なかなか、まあそのなんか紹介動画でも今度作ろうかな。というわけで、ラッキーでした。チャンネル登録、コメント、評価お願いします。 I'll be back。We'll be right back.